こんにちは、生き物チャンネルのレオです。ハイビスカス咲きました。綺麗ですね。梅雨が明けてすぐ咲きました。前回剪定の様子を伝えたんですけど、そのハイビスカスですが、さすがにもう根がパンパンです。根詰まりもこれもまた綺麗に花を咲かせる条件としては解消しなければなりません。今回もうワンサイズ大きな鉢への植え替えをお伝えします。最初に何か敷いておくと後片付けが楽になります。道具を使って剥がしていきます。これでひっくり返しやすくなります。結構固まってたりしますんでね。特に根がこうパンパンに詰まってたりなんかしたら、そういった時はですね。ひっくり返しました。そして根を整えていきます。これ本当はですね、乾燥してた方がいいんですね。乾燥してたらもう簡単にパラパラパラっと崩れていくんですけど、ちょっとこの時水やってからの後なんで、手を煩わせてしまいます。で、この軽石なんかもですね、なるべくネットに入れておくと、植え替えの時がすごく楽になります。ネットに入れてない場合ですと、まあ、人によっては廃棄するか、それかふるいにかけて再利用するといった形になります。一旦いらなくなった土を取っていきます。で、ハイビスカスに使う土は、赤玉土と腐葉土を7対3の比率で、レオはそれで育てています。で、根をカットして整えていきます。で、カットする場所のポイントなんですけども、根の中央付近の図太い根っこといいますか、ここは明らかに切るとまずいだろうみたいなところは避けて、周りの部分から、ここは大丈夫だろうというふうに、ある程度感覚で整えていけたらと思います。で、鉢の底に軽石を敷きます。で、その際ですが、軽石をネットに一度入れておくと、次の植え替えの際が楽になります。
軽石をそこに敷いて、で土を入れます。で、根っこのスペースをある程度残してハイビスカスを戻し、そうですね、こういった道具を使うと、土をこう戻す際がすごく楽になります。100均なんかで大中小の3点セットとかで売ってます。ハイビスカスが直立するようにバランスを見ながら、土を戻していって調整していきます。手で戻していくと結構土が溢れたりして意外と不便なんですよね。こういった道具があると手軽で便利です。で、整えて、で、最初に物を敷いておくと片付けが楽です。園芸用のなんか敷物みたいなのも売ってるみたいですね。で、発芽促進のためにメネデールを与えます。希釈量につきましては、キャップ1杯に対しペットボトル1本分を量はやっています。詳細につきましては容器に記載されています。水やりをします。数日後になります。ハイポネックスですね。やっぱり花なんでパワーが必要なんですよ。で、こういった液体肥料をやります。量は先ほどメネデールと言ったような形で、ちょっと違うんですね。キャップの中の内側の、部分に、内側の小さな突起あるんですけど、そこに収まるような量を入れ、それをペットボトル1本分で希釈するといった感じになります。固形肥料をやります。固形肥料は後から効いてくるという形ですね。それに比べ液体肥料はやった瞬間から、効果を発揮してきます。で、固形肥料の与える量なんですが、動画に映ってるような割合で問題ないかと思われます。適当にまぶすといった感じですかね。そして液体肥料を与え、はい、去りました。
今回は植え替えについての紹介になりました。もともとハイビスカスはかなり頑丈で強い花なんで、条件さえ整っていれば割と低難易度で咲かせることが可能かと思われます。とにかく発育が早いですね。本場沖縄とか道沿いにかなりの規模で咲いてますもんね。以上、ハイビスカスの植え替えでした。ご視聴ありがとうございました。